ゴルフ連合です。トモです。レオです。今回は、はい、クラブセッティングです。はい、今回トモ編です。はい、トモとレオ2回に分けてやります。うん、はい、今回はトモ編。はい、まず自分の体のスペックから。体的な171センチ、74キロ。うん、ヘッドスピードは、ドライバーのヘッドスピードだいたいくらいかな。平均で45、6ぐらい。5、6ぐらい、うん、マックスだと51ぐらい、うん、の40何歳43歳です、うん、のクラブセッティング、うん、テーマはもうズバリ、うん、テクニックよりテクノロジーいかに道具に助けてもらうか、はい、これは僕のです。もう腕がないのは分かってますから、うん、ドライバーから、うん、ドライバー、はい、ヤマハインプレス、うん、ヤマハヤマハインプレス、うん、こちら何年前？2013年。はい、2013年のモデルのヤマハのやつね、うんうん、いいよヘッド、うん、僕は好き。ちょっと小ぶりなんだよね。460ではないんだよね。うん、でも45とかかな。そうかも、うん、ちっちゃいと思ったけどね、慣れたね、もうすぐ、うん、打感は打感いいし、音もいいし、うん、うん、ウェイト、うん、こっち側に入ってるここ、うん、が 4g、うん、このカチャカチャの部分に重りがついてるんだよね。そう、珍しいよね、 13g の、うん、っていうヘッドで、シャフトは純正 S スピーダーヤマハのスピーダー、うん、ヤマハはカスタムありきみたいなやつだけど、うん、この時までなのかな、純正のやつみたいな、うん、僕は純正が好きなんで、純正が好きなんでっていうより多分あのカスタムに失礼なぐらい引き出せれないから腕的にだからカスタムはちょっと僕は使ってないかな、うん、あ、重さね304g、304g、うん、長さはね 45.75、うん、です。これ球さ低いよね、うん、上がんないよね。上がんない。テンプルしたら上がるかよもちろんもちろん、うん、これ7000円です。ドライバー7000円。次、はい、ウッド3番と3番5番同じもんです。こちらキャロウェイ FT、はい、FT 10年前のモデル、2008年だね、うん、のシャフトなんだ。これも純正、 SR 純正の SR と SR、うん、この方が重くてちょっと硬めに感じるね、シャフト、うん、純正、そうだ、ね、なので僕は SR で十分な気がするんだけど、これね、僕がちょっと昔欲しかったんだけど買うのをためらって、で、まあ、久しぶりに売ってみたら良かったから買ったっていう、うん、これも1本3500円ずつ日本で7000円。前の動画でもあったようにさ、うん、ローグのフェアウェイと比べてさ、うん、そのロフトが寝ててとかクラブがっていうので言うとさ、うん、飛距離は今と最新のクラブと比べても古くてもいいよね、うん、そんなにないけど多分新しい方が優しいんじゃないかな。うん、次、はい、ユーティリティ、ユーティリティネクスジェンです。これもいつのかな、これもまあまあ前でしょ。3番ユーティリティ、3番ユーティリティ20度ぐらいか、20度、うん、これもシャフトは純正の S、うんうん、これね量と同じもんなんですよ、全く、うん、スペックもだ、間違わないようにシャフトをね、シールが貼ってある、うん、シャフト、あのゴルフパートナーのシールが貼ってます。パートナーのシールがもともとユーティリティ、あのテイラーの
M2 をちょっとだけ使ってたけど、うん、2017だよ、あれ17年のやつ、うん、あれ売って、あれ売ってこっちにした、こっちにした、なぜ、なぜ、なんだろう、こっちの方が、うん、俺に優しくしてくれた、優しくしてくれた、安いし、これはいくらで、これね、5000円くらい。だから多分あの M2 のユーティリティを1本売って、あの今度3本多分買ってお釣りが来た。このネクスジェンは2010年のモデル、2010年。じゃあ次アイアンは M2 の2017、5番から PAS まで、お何本なの、 1,2,3,4,5,6,7,8本。これね、あの最初買った時すごい飛んでちょっとびっくりして、まっすぐなんだよね、ロフトが立ってるからだけど、そしたら後ろピッチングから後が欲しくなって、後でアプローチとサンドを買い足したって感じだね、5番でだって 21.5 度でしょ、ロフトが。だからこのユーティリティと 1.5 度しか変わらない。でも他の飛び系に比べたら操作性いいんじゃない、エピックと比べたら 0.25 インチ短い、ロフトはね、あエピックすごいね、 20.5 度で、だから完全エピックとかは2番手立ってるでしょ、でこれは多分 1.5 番手ぐらい、テーラーは、おそらく。で7番アイアンはもうね 0.5 インチ長い、ヤマハの UD2 プラスとか、もう長いよ結構、38.75 インチで5番アイアンで、だからこれやっぱ飛び系にしては短い、短いっていうか、長さはそんなに出してない、でも上がるよね、いやもうなるべく短い方がいいわみたいな、足も短いしはいはい、5からさ7まで7まで素材が違うんだよね、そうで、この中スリットみたいなのが入ってるね、これで車と似たやついたんでしょ、そうそうそうお前前走ってる車がそれってこの水が入ってたんでしょもうテーラーの車だ、はい、サンドウェッジがロフトが54ぐらいじゃない、54だっけ、で54度ね、サンドウェッジが、で下が足りないと、下が足りないっていうか、もう一本欲しい、これでいいんだけど、僕は56が欲しかったっていう、バンカーで打ちたいから、バンカーで56を開いて打ちたいから使ってる、クリーブランド、いつのかよくわかんないって言ってる、わかんない、安かった NS の950だね、バッグはこれはテーラーだけど、テーラーの14分割のバッグ、14分割すごいね、これももうちょっと前までピンのクラブを よく使ってて、ピンのクラブでも14分割使ってて、でまあセルフの時とかね、ちょっとあの忘れ物したりとかねしなかったからただそれだけ14つに分けてあるから、そうそうそう、それとかね、もうイライラしててもちゃんとこうきちんと心を落ち着かせて入れてっていう感じかな、なんかパター忘れてました、あパターね、お14分割で忘れないようにするのパター忘れて使ってたのは今まで、これどこの子なんどこの子どこの子なの、ネバーコンプロマイズ、一時流行ったんだよ、これはね、中古で6000円ぐらいだったかな、これ見にくい、カチンって音がするんだよ、打った時に、ただそれっていうだけで買ったんだけど、で、グリップはネクスジェンにしたね、ネクスジェンのグリップ、意外とお得だよね、このネクスジェン1800円ぐらいじゃなかったかな、いいですよ、色もいろいろあって滑らないし、雨の日でも滑んなかったんですよ、滑んないよ、音がボールで、ねえ傷つくんじゃないちょっと滑るね、はい
っていうやつです。これでよく外してます。はい、よく外してますね。もうほんとごめんなさい。最初の方も良かったよ。そう、最初すごい良かったんだ。だけどね、これね、あのほら、グリーンの外からのアプローチいいからね、これ。外から打ちすぎだけど。で、これ、うん。これがね、僕はもうこれをずっと使ってました。ゴルフ始めて間もない。はったくってあるよ。はったくってあるよ。ツーボール。はい、ツーボール。ツーボールです。ツーボールです。いいっす。これ。うん、これね、最初宮里藍が使ってもうすっごい昔で誰も知らなくて僕は中古屋さんで買って使ってたんだけど中古で買った時にまだ2万だったよ出始めの2ボールどこにも売ってなくてこの動いてるそうそれからねずっとこれ使ってたんだよだけどねちょっとこの他の使ってさいろいろあってなんですよまだこれに戻そうかなと思ってる今うん、もうねほんとね道具のせいにしちゃいけないんだけどさ気分転換よもうまあねいくらぐらいだっけ13万アイアンがね 7万ぐらいだから、うん、7万でしょであとで2本足して1万ずつだから9万これもらい物9万9万7000円9万7000これで10万、うん、10万3000、10万8000、10万8000パターはこれね1万あこっちだからね、うん、今はね、うん、これはね6000円ぐらいだったかな、うん、だから10万11万ちょいぐらいか、まあ、バッグ合わせて13万ぐらい13万ぐらいだねですねボールボールボールはねAZ って書いてあるでしょ。あの値段のところ。鹿児島の人なら知っている AZ。AZ で買った。AZ で買った。こういうね、あれなんですよ。飛ぶとかスピンが効くとかじゃなくてボトムがない。白いボールが好きだけど、白いボールにちょっとこういうパールとかあの光沢が入ってるのが好きで。キロキロ。そう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 。だからそういうボールの方が安くなった時に買ってるって感じだな。これ3499円で買ってるよ。うん。そうだから。本当はどれぐらいなんだろう。知らない。じゃあ、手袋？手袋？ X じゃん。手袋、青いやつ。うん。だから柔らかくてね。まあ、汚いね。汚くはないけど。うん、この当てがついてるよね、うん、よく擦れるところに、なんかそれがいいかなと思って、でもさ、練習せんくせにね、当てがついてるのがいいっていうのもなんだけど、まあでも、軽いし、柔らかいし、うん、丈夫そうでいいかな。これでも、あの、ナノみたいなのがあったあった、あれも買った、NEXTJ でも、うん、雨の日でも、うん、パートナーに行くからさ、うん、ついつい NEXTJ も買うよね。そしてまたネクストジェンいいなって思って引き出してるんだね。はい、手袋をするんで T は2個です。プリジストンでしょ。そう、あのマグネットがついて飛んでいかないように。もうさ、あの上から叩いてカットするからさ、普通の T じゃバキバキ折るもんだからさ、うん、もうマグネットでペローンってなる方がいいよね。ここがここだけ残ってるっていう。ちぎれないよこの紐。僕のヘッドスピードでもちぎれません。うん、ちぎれたことない。あとね、ショートティーはね、もう木のやつね、あの、あ、なんだっけ、塗装してないやつ。塗装してるのはさ、あの跡がついたりするの、色が。なんかしんね、下手だから。プラグに。シューズいきますか。シューズ。スパイク。これです。アディダス。葉っぱつき。くるくるが僕は。染みるやつ。そう、めんどくさいから。あとね、あのお腹が出てると日も忍びでうわってなるからこのくるくるぐらいがいいですよ。まあ、おじさんだったらよくわかるから。あと帽子もこれか。ニューバランス。ニューバランス。これちょっとね、水弾くのよ。雨の日でもいけるタイプ。そう。あとマーカー。マーカー。いいでしょ。いいがついてる。おい。マークしているよ。
チェンジ。はい。このね、アタックもかっこいいんだよ。ザクの色。ザクの色。ヤトムは以上ですか。以上です。はい。大事に使います。ヤトムのクラブセッティングでした。